こんにちは。なんかね、タイトル核ですね。核、そう。核戦争のなんかリスクがかなり高まってるみたいですね。国連事務総長ももしかしたらこれ核戦争になるかもしれないっていうふうに、なんかね、人類史上初めて警告してまして、すぐに停戦しようっていうことを呼びかけてますね。で、ロシアも核兵器の警戒態勢のレベルを上げたみたいです。これ核兵器の警戒態勢を上げるってことは、もしかしたら撃つかもよに近づいてるってことなんですよね。警戒態勢ですから。準備しとけよってことなんですよ。でも果たして、核ミサイルを撃つ勇気が担当者にあるかなってところありますね。自分がこの世界の終末に型をつける。で、その担当者にも家族や幸せや夢があると思いますしね。何らかの正義感もあるでしょう。だから、ぶち壊れてない限りは、そんな大役はできないと思うんですよ。で、またね、これ、一人では押せないようになってるんですよね。何人かが操作しないと同時に撃てないはずなんですよ。いや、でも、恐ろしいですね。昔ね、198X 年っていう、そういった米ソ対立の最中に、本当に戦争が起きてしまった、みたいなね。そんな映画がありました。最近またこんな時期ですから YouTube にアップされてるみたいでね、全編見ることができるんですけども、見てしまいましたね、やっぱり。やっぱそこではね、一部の身勝手な人が核ミサイルのボタンを押してしまって、それに対して、まあこれロシアのね、ソビエトの誰かが押したっていうことになってるんですけども、それに対してアメリカのギブスン大統領っていう人は、報復攻撃をしないことを決めたらしいんですよ。まあ、それはなぜかっていうと、第一次攻撃だから、目標は軍事施設に限られてるだろうと。我々は戦う力は失うだろうが、これは名誉ある敗北だというふうに言ったんですよね。つまり、報復攻撃をかければ、報復のまた報復ということで、今度は主要都市にミサイルが撃ち込まれると。人類が死滅することだけは避けなければならないということらしいんですよね。で、まあ、そう、物騒な話はこの辺にしといてね。核っていうのは、なんか物事をやるときに、この中心になるね、核カテゴリーっていうんですけども、核はいるよねってことなんですよ。大事なこと。細胞にも核があって、まあ、それがね、まあ、中心を成しているというふうな考え方なんですけども、まさに人間にも核。これが必要なんじゃないかなと。ものすごいエネルギーで、まさに突破していく力とか、防御する力とか、未来を変えていこうとするね、そんな底力、それが核なのかなと。で、前回吉田さんがね、不安とか不満とかっていうことで、なんか不思議な例を出されてましたけども、人間って将来の不安を感じたりはするんですけども、残念ながらその不安に対して何もしないという風な決断をしがちなんですよ。例えばね、核戦争が起きるよと、もう人類終わりだよって言った時にどうするかって言ったら、と言ってもどうしようもないしなっていう感じに、結局は非現実的なこととして、その情報やね、感情を遮断してしまったり、あ、もうそれだったらやばいなと、今までやれなかったことにちょっと目を向けてみようかなって形で、本当に自分が大事なことは何だったのかを確かめる残りの数日間にするとかね。やっぱね、私もなんかいつ死んでも後悔がないぐらいに思ってますけども、そのぐらいの人生を歩んでると、なるべくならこのまんまの状態を続けたいなと思う。ちょっと矛盾は生じるんですよ。なぜなら自暴自棄な時はいつ終わってもいいと思ってましたけども、今はほとんどの自分の願望を達成し続けてるんですよね。やり残したことはないなと。やり残したことがあるとすれば、新しい希望やなんかね、夢を持った時だなと。で、それってのは行動を増やせばね、やっぱ見つかっていくんですよ。だから明日になったら明日の希望が生まれるんですよ。だからキリがないんですよね。まあでもね、その架空ですよね、自分を引っ張っていったのは。
このままいったらやばいなとかね、これをやったらこうなりそうだなっていうところにエネルギーが出て、まさに心の中の核エネルギーみたいなのがね、この体を動かしているのかなと思います。まあそれをモチベーションという言い方もするのかもしれません。うん、まあでもね、本当にね、いつどうなるか分かんないわけですよ。人類が突然終わるっていうのは今までも何回もその危機はありましたし、まあそもそもね、ノストラダムスの大予言なんていうのがすでに1999年にあって、それが、うん、なんかね、お役御免で許されて今に至るわけじゃないですか。だから結構ロスタイムをいただいてるのかなというところですよね。あ、それからね、核の恐怖ではないんですけども、どうもね、世界的な食糧危機がやっぱり来るというふうに警告されてましたね。うん、やっぱりだから、まあロシアがウクライナに侵攻するってことで、ウクライナも大穀倉地帯ですからね、今その活動がほとんどできないことと、世界中がロシアに経済制裁をかけることによってロシアからの物流が止まってるわけですよ。そうなると、なんとですね、経済制裁を科した方も苦しいという、いわゆる返り血を浴びた状態になってしまって、もうすでに、ドイツを中心にヨーロッパではエネルギー価格が倍になってみたりとかね、食料価格が高騰してみたりとかしてるわけなんですよね。だから経済制裁するとした方がきついみたいな。もちろん支配者とか権力者とか大富豪は大して変わりません。だから気の向くままにこの経済制裁を続けていられるんですよ。でもいつの世も庶民はね、苦しいですよね。うん、決めたことに押し潰されるしかないですからね。発展途上国から先に食料品の供給はなくなっていくでしょうけども、なんか本当に人類浄化計画ってのがここで起きるのかなとか、今私たちはね、この歴史の教科書の1ページが増えるかどうかってところに立ち会ってるのかもしれないですね。まあ一日一日本当に大切にしないと、今本当に今日明日にでもこの世界秩序が終わることを覚悟しなくちゃいけない、そんなタイミングですよ。まさかね、こんなことをね、目にする耳にするとは思いませんでしたけども、やばいなと思うからこそ、今日一日をまた精一杯生きてね、後悔がないように全部出し切っていこうかなと思います。うん、まあそれがね、心の中にある核じゃないかなと思うんですよね。まあ核心というのにもつながるかもしれませんけどね。核、うん、いってらっしゃい。